今夜の動画はミスが減る右足の使い方。皆さんこんにちは、こんばんは、 WGSL です。今夜の動画はミスが減る右足の使い方っていうものをご覧いただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。WGSL ファンの皆さんであればもうド定番中のド定番のドリルですよね、はい、右足つま先万開きドリル、はい、もうそのまんまのドリル名なんですけど、まあ、私はドリル名に全くこだわりはないんでいつも適当につけちゃいます。で、プージンプロの右足つま先万開きドリルなんですけど、ブロマがご購読様にとってはすっごくとても非常にむちゃくちゃ、めちゃくちゃ興味深いドリルなんじゃないかなと思ってますね。マスさんなんかも今ドハマりしてるドリルですね。またね、見え方が変わっちゃってですよね。やっぱあのブロマがまた一つ見え方が増えたと。そうですね、増えたって感じですよね。視点が増えると、うん、で見える部分が変化しちゃうと、うん、やっぱ変わりますよね、うん、あのドリルってまたね、うん、っていうところまでこの間は喋ったんでね。そうですね、これ風車さんってやっぱすごいんだなって。そうですよ、あれあのブロマがもうで知識入れると、はい、風ちゃんのやる右足つま先万開きドリルってもうえぐいです、うん、これまで超贅沢映像やったんやなっちゃう。そうですね、そうですね、これをタダで見せてるって、だってあのブロマが勝ったら、うん、これかタダで見せてることがどれだけすごいことかっていう。確かに本当に本当に、ね、はい、皆さんにとってはね、そんなもん全部無料で見せるやっていう、うん、この間も書いてきてるアンチの人がいましたけど、あ、まだいるんですか。まだいるんですか。まだいたんですよ。こうやって何でも無料で何も見せない、はい、有料でしか見せへんでやるやつは、人も集まらへんし、稼ぎもできひんし、いうふうに言ったんですよね。そうですか、と思って、そうか、そうか、そうか、だからやな、うちチャンネル登録者も少ないもんな、と思って、なるほどな、と思ってね、もう、ああいうアンチコメントからも勉強させてもらいました。はい、人を集めたこともないやつだね、言ってくるんで。自分の発信で発ね集めたこともない人はビジネスわからないんですけど、でも集めれちゃうんですよね。偉そうに僕に言えるぐらいなんで、そうですね、マジすごいんでしょうね。ねえ、はい、っていうこともあったんでね、やっぱこれが価値がわからない人にとってはね、はい、結構別にあなたの人生に対して別に何の影響もないねんからね、こっちのビジネスの仕方とか別にあなたがどうこう言うことはないと思うんですよ。確かに、っていうか人の人生気にしてる暇あんのかいって僕は思っちゃうんですけどね。はい、アンチの人たちって不思議ですよね。よっぽど自分に余裕があるんですかね。人のことなんか気にしてられんのって。ね、僕らも自分のことに必死やから ね、 ね、人のビジネスに対してああだこうだと、まあ、僕コンサルなんでそこはお仕事ですけど、じゃなくて全く無関係の知らん人がどうやってるかなんか別に、へえですよね。そこに対してそんなんじゃあかんわとかだって容易もない。確かに、まあこうやって喋ってるとまたお前ら一個もダラダラグダグダしょうもないこと喋ってらんと、ってツインズの解説でもしろやっていうコメントが来るんかもしれないんですけど、はい、何回も言ってる通り一切レッスンはしないです、はい、もうね定期的に言っとかないとね、やっぱね WGSL を最近知った方からするとすぐそういうコメントが来ちゃうんで、まあね、もうねずっと見ていただいてる視聴者の方にはねもうそれは知ってるよっていうふうに感じるかもしれないんですけど、やっぱり初めて見る方もいらっしゃるんで、でこうやってグダ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 、うん、でこの間もそういったコメントまた来てましたけど、アンチにね、はい、まあ頭悪いんやろうなみたいな感じで来てましたけど、多分ね僕
いやそうなんですよ、頭悪いんですよ僕たち全員ね、もうバカバカが集まってるんでね、こんなことかしか喋れないですけど、それでも楽しんでいただける方だけが見ていただいたらいいなと思ってるんで、はいはい、僕は媚びようとしないんでね、はい、そうです、そうです。これ見ていただいたらね、このエグさってね、あのブローマが見ていただいたらマジでわかりま す、 そうす、ね、あんな動かないから、ね、すごい、はい、本当すごいです。あれは強烈ですよ、まあ、それが普段のスイングのアクションから、あの動きが入ってるんですよね、フュージョンブローって。それがすごくわかると思いますよね、あのブログマガジンご購読いただけた方って。だってフュージョンブロー、私がやったあのアクションをナチュラルに入れるでしょ。ああ、そうですね、確かに。今多分食料が逃げたと思ってるんですけど食料が逃がしたじゃあフジプロ、はい、締めで普通にそのドリルがどれぐらい生きてくるのかっていうね、普通のショットに。マスターなんか後ろ見に行ったで今行きましたね、時間見や撮りたいわ今。うわーエッグ、綺麗にリコイルが入ります。うん、ほんまに綺麗。プーちゃんのリコイルの入り方ってほんま強烈よな。美しいな、ね、フジンプロのドリル、やっぱ参考になるわって思っていただいた方とか、多分ブロマがご購読者様ですよね、この間の、ですね、はい、うん、おー、ご購読いただいた方なんかやったらもうすごく価値のある動画になったんじゃないかなと思います。普通に勝てないよって方もフジンプロの右足つま先まんびらき開き見ていただいてると本当に見まくれば気づきあると思うんで、はいはい、本当にわからなければもうブロマガっていうね、コストかけちゃいましょう、はい、っていうところで、この動画良ければ、チャンネル登録と高評価ボタンの方を今すぐ押していただいて、コメントの方も書いていただけると今後の励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。俺もだんだんこれ今何本目撮ったの、俺もうだんだん喋るのが疲れてきたからだん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 もう頭がこう、みんなほんまめっちゃ適当に喋ってると思ってんやろな。まあまあ適当に喋ってんねんけど。なんかこういや、そんなブローマが撮る時とかみたいな頭使ってないで、どこまで。そうか、あれはちょっとすごい。あれフル回転しっぱなしだから ね、僕台本ないんで。やばいっすよ。ノーカットっしょ。ノーカット。ほんまにノーカット。ほんまに考えられないっす。もうこれだけは守る。一生ザファーストテイクって言ったら。だからあれやねん。ミスター終わりやから。ミスったらアクションなんてもうミスろうもんならわーっていうね。でもミスらないですよね、カメラ回ってる時ミスらへん。すごいです。でもこの間一個ミスってたから、ね、ショット載せられてました。あ、そうそう、僕あの回転初めてほんまに自分で見てめっちゃダサいスイングがめっちゃダサいと思ってもう書いたもん、オフショットでめっちゃダサいですよねこのスイング。ダサいですよ、ね、いやほんまにダサかったマジで。あれダサいってブロマガの読者様やったら多分いつもの僕のスイング見てるから、そうそう、知ってる人からその違いを、はい、であれどうしたんって思ってくれるかもしれないですよね。でもそれすら正直に出すから俺は。普通やったらカットするじゃん、あれダサいしかまあ出すしかもしれんけどな、だってそれがダサいかどうかわからへんやつは、あ、なるほど、基準がないやつ。確かに基準がない